シベリア鉄道の鉄橋から見たブヤトカ川ブヤトカ川は、ロシアウドムルト共和国、キーロフ州及びタタールスタン共和国を流れる川で、ある。鎌川の右支流で、ウドムルト共和国北部に発する。ボルガ川を通して、カスピ海へと注ぐ。長さは1 3 1 4トル流域面積は12万9000平方キロメートル。11月初旬に凍り、 4月半ばまでは凍結したままとなる。主な支流は、コブラ川、レトカ川、ベリカヤ川、モロマ川、ピズマ川、チェプチャ川、ビストリチャ川、ボヤ川、キルメズ川などがある。魚類が豊富で、漁業も盛んであり、ブリーム、ローチ、天チ、ナマズ、ノーザンパイク、ヨーロピアンパーチ、パイクパーチ、カマス、コイ、カワスズキなどが釣れる。川は川の合流から、 沿岸の主要都市、キーロフまでの 700km は、航行可能。加工は、キーロフの他には、小照チ、ソベツク、ブヤツキエポリャギなどがある。ブヤとか川流域。ありがとうございます。